Psycho! Psycho!
Oh.
はい、じゃあ大会やります、やりますんで、エントリーしてください。やりますよ。あ、現在エントリーは10人、多分もうちょっといると思うんですけどね。もういないですかね、大会出る方。もういないですか。おります。お、おった。
はい。じゃあね、16人なんで、まあ、紅白戦2チームで対戦ですね、今日は。じゃあ、リーダーやりたい人、お、ゆうべがさんが、ゆうべがさん襲来。ラスボス来ちゃいましたね。17、もう いないっすか。出る方でエントリーしてないっていう人は、ムナーリさんおる？ムナーリさんおる？
はい、じゃあ18人で紅白戦。さあ、チーム分けはどうしようかな。あ、杉さんがリーダーをやりたい。誰もね、リーダーやりたがらないんでね。このままだとランダムになっちゃいますよ。いいんですか？ランダム行っちゃいます？たまにはたまには行っちゃいますか。ランダム、Cyclone! Cyclone! Cyclone! Cyclone!
皆さん、ゲームしてるところ横から申し訳ございません。本日のイベントのチーム分け、紅白戦やるんですけど、チーム分け勝手に厳正なるランダムの結果によって決まりましたので、こっちに貼っときます。で、一応読み上げると、ワンピー側が
山本さん、むなありさん、デレローさん、タコ様、猪俣弟さん、中島さん、ハクさん、おちゃる丸さん、うねさんです。で、2P 側がバイパーさん、コウテイさん、ゆうべがさん、テコさん、機械さん、長州さん、友田さん、中野さん、杉さんです。これはなんかランダムな数字を決めるアプリによって厳正なる抽選によって決定されたチーム分けなんですけど、まあランダムだからこういうこともありますよね。まあ五分でしょって言ってます。バイパーさんが言ってます。はい、はい、じゃあそのね、今やってるこのクレジットで、じゃあ一旦ね、これガエル・ベガでね一旦終わっていただいて、一人順番は自由で2にしてもっていうか、いや、どうなんでしょうね、どうしましょうね、長いか。まあ1キャラでもいい気がしますけどね、8人ですしね、うん、なんだかんだ。2キャラだと結構1キャラ目みんな出たがんなかったりするから、そう長引いちゃってね。はい。そうですね。そしたら 1P 側にそんなに複数キャラ使う人がいないっていう。1でいっか。さあ、これは今日は1。いやまあ1人、まあ、1キャラなんでエキシビジョンもやるということでやりましょうかね。さあ皆さんね、そろそろイベントの方ねちょっとやりますんでね、その奥の方でゲームしてる人もねちょっと見ていただけたら。これハイディンさんこれ出ないの思ったけど、あ、そう、エントリーしてないだけ。いいですよ。ハイディンさん、じゃあ、どっちに会いますかって。いや、ハイディンさんも厳正なる抽選しましょう。ね。1と2で、厳正なる抽選。はい。100万円です、ハイジンさんがエントリーしてなかったので抽選の結果 1P になったそうですね。はい、はい、そうですね。皆さんやりますよ。皆さんいい感じですか。ちょっとこっちの方にチームの分ける張り紙してあるんですけど、今日はランダム、完全にランダムで決めた。出ません。出入ってますよ、これ。そうか、あれお兄さんの方、そう。あ、帰っちゃった。はい、さあということで、こう今日はランダムで決めたんですね、チーム分け。厳正なね、はい、いや本当だってこれ逆にランダムっぽいでしょ、この。で、順番は結構自由でやる予定なんで、これ 1P 側と 2P 側一番手に出たいぞという人、我こそはという人は言っていただければなと思うんですけど。はい、あ、杉ちゃん行きます。じゃあ、はい、じゃあやりましょうかね。ワンピー 2P は決まってます。行っちゃってください。入ってる。ただくんじゃないよ。はい、さあ今日はね、キャラどうぞ。
オープン。1キャラですけどね、今日は。はい。9月21日、大山ニュートンさんのスト2イベント、今日は紅白戦ということでやってます。参加者19人、はい、1P 側が山本さんと 2P がスギちゃんですね。タンパ溜めすぎ。さあこれはいていて、いていて今日は完全にランダムでチーム分けしたらすごいことになったんですけど、逆にランダムっていう感じがしますよね。ワンピー側はね、みんなやってやるよぐらいの感じになってますから。もうさあ、山本さんも1ラウンド取って、これはなんか変なのが出たけど何もしない。タンパ溜めてて、溜めてるだけでしたね。溜めてるだけ。これはもうた、あー2しかも2溜めてたのか。死ぬならもうちょっとでかいでかい声で死にたかった。溜めてたのか本当に。2P 側の方、行きたい人、行きたい人いないか。機械さん決めて。もういいよ、機械さん決めて。機械さんが行く人を決めてください。みんな集まってないんだもん。ペコさん、ペコさんいる？ペコさんも早いだろ。ペコさんいたよね。お願いします。特に理由はない。今日は1キャラです。来ましたね。はい、はいはい。あ、こっちはなんか通りますね。入ってるかどうかはちょっとわからないんですが、そうです、後ろタコ様さんですわ。です、ね、なんかマイクの調子がね良くないので、ちょっと今トネピーのマイクと変わったらタコ様が通るようになりましたね。まあそれで 2P 側はペコさんの S 剣ですね。ペコさんは S ダルで、確かに S ダル、 S ダルはなーってとこありますからね。さあ、さすがに中流画面足厳しい。昇竜、昇竜で下ってもうひたすら歩き昇竜、歩き昇竜だけ。はい、うん、ちょっとわからないですね。これは入ってるのか。ちょっとマイクが片っぽ入ってない感じなんで、まあタコ様のマイクになってしまいますが、とりあえず1ラウンド目はペコさんが取って、お、いい大昇竜でコアコアからの昇竜。それで山本さんもとりあえずゲージを貯めた方が、あー飛びは落とされて、はいはい、壊しから奥田瀬昇竜。あー今のは何だろう、スパコンのミスかな、ね、はい、入ってるような気がします。あ、入ったっぽいね。はい、はい、これはワン、いや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 、ワンピー側はじゃあ山本さんが決めていいですよ、出る人。はい、とりあえずあの S 剣に行けそうなキャラ決めてください。はい、はい、うねさん行ってくれと。おい、うね、うねさん頼んだよ。あ、だね、うん、2人とも聞こえました。とりあえずマイクの方はなんとかなったみたいで、なってるんじゃないでしょうか、わからないけどさあ、ワンピー側はうねのガイルですね。今なんか中足潰しましたね、小足でまあね、エスケンの壊し強いもんね。あ、あーっとなんか今低めに見えたけど食らってるね。あ、あいうち。いていて。そして最近なんか後ろから波動波動ってよく聞こえるんだよねっていう。これは避ける。ダメ。ダメですね。お、ちょっと体力はちょっとエスケンより、あ、だいぶだいぶこれは、おお、よく出した。いい感じ。大丈夫そうな気がしてきました。はい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 、マイク入ってますね。この感じかな、この感じ。おお、飛び入ったけども全然変ない。さあこれ逃げ切れるか。おお、まさか今大キック出されたら負けてたんじゃねみたいな。スタブ、スタブできました。うわ、一定の入ってもう半分減ったぞ。いや、死んでないんで大丈夫じゃないですか。
しないんで。確かに。とりあえずピヨることもなさそうなので、これでうまく仕切れれば。あら、なんかタコさんもマイクだけになってしまいましたが、まあ頑張って実況しますよと。さあ、おっとめくり竜巻からの台足。今結構軌道がね表っぽかったんですけどね、竜巻出すとね裏になるっていうね。さあ、お踏まなかったが、あー今のはソニックじゃなくてサマーの方が良かったかな。でもサマーじゃ溜まってなかったか。さあ体力リードしたので、ここはまあ波動はソニックで押し返していればいいんじゃないかなと。さあ竜巻からの勝利、多分投げとの2択みたいな感じだったのかな。お、小足を遅らせ昇竜に中足が刺さる。さあ、ネウ、あー、大足が刺さった。ネウが負けてしまいましたね。さあ、ワンピー側、次は誰行きましょうか。S 剣に行けそうなキャラ。 S 剣、お、ハハ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 ハ。ああ、要は負けた人間を決めていくみたいなね。まあそれでもいいけども、じゃあちょっとウネ決めちゃっていいよ。この S 剣に行けそうなキャラ、はい、ガンピー側で。なんでわしなんだよ。行ってきます。タコ様、タコ様になってしまいましたが、こっちはね、なんかこっちは若干わかんない。いや、会場に来ておいてないだけかもしれないしね。ああ、こんばんは、山本です。どうすか。いや、多分ね、あのこっちの入力のこのウィンウィンを見ればわかるんだけど、さあ、なんか流れ的に負けた人が次の人を指名するみたいな雰囲気に、雰囲気になってしまったので、それになりました。なんか死んでますね。さあ、うねくんが死んだ。さあ、なんかやられてますね。これはしかし、ここまで体力を削ったということを前向きに捉えましょう。あとちょっと、あーと引っかかって、どっち吸って、うろうろから昇竜、おもむろ、どっちかわかんない竜巻。さあ、下段はガード町のモード。タコ様なんか投げられてて、逆転されて、すかしからめくり、さらに投げる、ちょっと、あー、いった。でも投げるなら引っ張って投げた方がいいぞ。さあ、大丈夫ですか、これ今の違うよ。、はい、うん、さあ、足が長えんだ、これダブラリが出なくて、画面端追い込まれて、きついがカウンターで飛んでいく、合わせて投げる。タコ様、最近ゆうべがに褒められてるタコ様、タコ様うまいよねつって。さあ、やられました。タコ様、次の人を指名してください。いけるいけないではない。さあ、ハイジンさん、おられますか。ハイジン、でしょうね、人ですからね。闘魂さんいてほしいという願いはまあわかるんですけど、まあいないんで。いないんで、すみません、ちょっと後で言っときます、闘魂に厳しくね。なんでお前いないんだよっつって、はい、言っときますんで、すみません、許してください。はい、ハイタの闘魂さんだったら、ハイタの闘魂さんなわけないんでね、そこはちょっと。さあ、これは暴れる、足払い戦、得意なやつ、
得意なやつやりましたね、ペコさんの。ザゴから安全ガサにはなってない、なってるわけがない。下段になってんのかな、なんない、なるんだよね。あっと下段にはなるが安全ガサにはなってない。立ちジャッケは下段になってるけどね。さあ勝利で切り返すぞこの男。割り切った割り切った。なんか足が長い、足が長い、暴れた。真空が出ない、死んだ。ハイジンさん、負けた人が次の人を決めるという決まりに今日はなってます。雰囲気がそうなりました。ルールではないんですけど空気がそうなってしまいました。ハックンやれと来ました。ハックンやれと。キャミー S 剣は、まあ、S 剣有利なんですけど、さあでもキャミーがいけると長州さんが言ってます。相打ち。さあこれは、あ、トコンさんはちゃんと違う自演してない方のコメントで言いました。はい。さあピオらない。さあだからいて、それだとしてもトコンさんいてほしいって言う意味がやばいわ。いや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 、うわー甘い。ちょっと今、いやでも今ね、ガードできたと思うんだけど、なんか動いてたよと思うな。タイミング的には全然ガードできたと思いますが、小足はね、あれもう勝利も当たんないんで、おとなしくガードをしましょう。差し返し風ダイヤシドンピシャで決まってガード、ガード垂直避けて相打ち飛ぶ。このバックジャンプね、対処しづらい、危ないところ。さあいけるかな。わーっと無敵、死ぬ、危ない。ペコさんちょっと来て、そう決めてください。ペコさん潤沢な在庫が。長州さんやれって。いや、このね、これが届いてるって。さあ、いうことで、なぜかペコさんは長州さんを指名。なんかさっきイノキーズバックとかシューティング D とかなんかいろんな、うわ、なんかすげえことなったな今。なんかわやくちゃ言ってましたけどね。安全重ねっぽい。さあ、まあね、長州さんはね、もともと関西のね人間なんでね、そのあたりは、関西っていうか、関西っていうか岡山県なんで、岡山県から、当時の長瀬まで遠征に行ってたっていう昔話を聞いたことがあります。第1回闘撃、岡山県代表で出てますからね、長州さん。はい、みんな知らないね。闘撃プレイヤーです長州さんは。いにしえの人間です。結構ね、東京にも行ってたっていう話ですからね、やる気勢ですよ。さあこれはどっち、相打ち。2人の声が聞こえた。スパキャミーのスパコンの後は、キャノン部分が3回ガードになって立ちガードしてるときはリバーサ大昇竜が入るんですけど、今はガードの仕方が2回だったんで、はいということです。何も入らないですね。まあそもそも3回ガードになることが結構珍しいんですけど、基本的に立ちガードした方がいいです。ならない。あーっとめくられちゃうけど逆に出る。ちょっと深かったか。歩きから、あー着地にフーリガン合わせられた。あれは人間が反応できるところではない。めくりが、さあしっかり前歩き仕込んでるぞ。投げ返す、
暴れ強い、竜巻暴れ強いんです。あれピヨっちゃうからね。あーん、飛びミスってる。どっち投げる、刺す、キャノンが当たる。まさかのキャノン。長州さん、中野、はいはい、こんばんは、山本です。あ、タコさんごめんなさい、タコさんはこっちのマイクの方がいいです。あ、じゃあなんか自分が持つだけになりました。さあ、チームメイト同士の対決だったので、まあこれ同キャラでいくのかなと思ったら、ここはトネピーが大人じゃなかったということで本田で言ってますが、まあやっぱね、玉なしには本田ですよねと言いつも、まあ押されてて、なんか今のは上手すぎるぞこれ。やりきっちゃいましたね。おっと、なんか開幕相打ちになって、ね、圧倒的にキャミーが体力奪われるという相打ちでも。あっと、今のはあれかな、フーリガンのミスかな。あ、今度はフーリガン行って表だけども、ガードしてキャノン、お、いいジャンプ、垂直中パンで、あー、飛びが入って、おー、繋がってなかったけども、繋がってなかったけども入りましたね今のは。さあ、あれ、はい、じゃあ小手、小手出番だよ。小手くんに頑張ってもらいましょう。あのね、100巻の空中投げパクられました ね、 ね、僕もあれよくやるんですけど。さあ、あと大パンフーリガン返せなず、めくりはね、大パンで逃れることができます。あとは避けてるだけか、避けきれるか、そういうわけにもいかない。垂直ジャンプだとね、周期があんまり変わらないんでね。さあ、きつい、球打たれてるだけできつい。おーっと、ここでスパコンとは恐れ入りました。投げる、受け身がなくて表から投げ返す。あーっと、ピヨンなかったけど中段当たんない、なんか投げられてる。多分フーリガン行ったっぽいんですが、シュバライが待っていた。避ける、避けてもあんまり、上タイガーだった、ダヤシ間に合う、スパーコーン削れる。あのあたりね、きついですね。さあ、これは、あー、間に合わないんかい、中段。コテさん、コテさん、これ指名してください、次のキャラを。なるよ、全キャラなるよ、中段、うん、難しいだけで。機械さん行けと、機械さん行けと、機械に行けと。ガエルだ、好きなキャラ、竜。厄介ですよ。なんか反応できてない。ガーバックジャンプ入れ込み、なんか食らう。竜巻で空中ぐらい投げられて、昇竜切り返す、めくりが表、投げられない、めくる。 2P 側が得意なのでちょっとキープしたい。波動拳が強くて、中段使う、なんか変な大キック出てる、昇竜が出る。さあ、開幕バックジャンプ
バックジャンプで対抗している。しっかりアントビー下がって、なんかそうそう真空溜まりそうで嫌な感じ。反応はしたけど中足を置いてしまった。投げて逃げる、飛びが刺さって 2P 側に行きたい、行った。波動拳ずらしたが当たらない。さあ機械さんやられてしまうのか。ハート、フーリガン刺さる、フーリガン刺さる、投げる、フーリガンさすがに逃げる、今度は逃げる、打って飛ばれている、キャノンが当たる、投げない。さあもう分かんないぞ、投げる。機械さん来て、ちょっと来て、ちょっと来て、はい次。さあなんとあと3人になりました。トモダック、さあ残り友田さんとユーベガさんとバイパーさんというなんとも偏ったチームになってしまった。ワンピームナーリとかがちょっときついんじゃないかという気持ちもある。ムナーリは竜使うか、ガレン使う。さあベガキャミーは結構ベガなんですがどうなるかな。楽、あーっとアントビからちょっと遅らせ、逃げる。さあベガが、ベガの機動力が高すぎてキャミが捕まえられない。さあこれは何も入らない。投げる、逃げる、中盤で潰すが全然慌てない。高めで暗い投げ、これがあるんです。あっとまたしても暗い投げから暴れる。これ下段はガードしている友澤。さあ垂直ジャンプは無視、そういう方針。あーっと刺さった、裏から暴れない、暴れ読みだったが。さあちょっと近づくふりして逃げる、体力はイーブン。あーこれが入るのがきついところ。逃げる、タイムがない。そして小サイコ踏みつけ。じゃあ頑張ったハクさん、次のやつ露骨にかぶせられるかどうかはわからないが、さあムナーリ、デレロー、猪俣、弟、中島、おちゃる丸、余っております。これまだ残ってます。さあおちゃる丸さんがホンダを使えますね。中島さんにホンダ使ってもらう説はある。さあおちゃ丸さんが何を使ってもいいですけどね、ホンダ使ってもいいよ。ホンダを使った、さあ上がる。さあ結構ね、あーっとピヨって死ぬ、はいはい、踏みつけて逃げる、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 突っ込んでくる。これねホンダベが結構最近熱いカードなんで、逃げる。さあこれは変な当たり方する、めくりはガード、なんか動いた、張り手が見えたぞ一瞬。投げて、この距離はまずいが投げ返す、投げる、頭突きね、たまんないんで、とりあえず張り手突っ込んでくる。お見事。お茶丸さんどう。さあ次は誰なんだ。中島さん、中島さんいましたね。中島さんちなみにあと残ってるキャラがベガベガホークです。さあしかしここは
中島さんは一応ホンダも使うんですが、ここはガエルできた、ガエルできた。さあめくりが当たるが逃れられない。なんかピオリが危ない気がするが、上から来て投げ返す。ここはほぼ送らせ、さあこれは差し返しをして、気づけば体力が逆転している。結構ね序盤取られたと思ったんですが、冷静にまくってきた。これは落としにくい、投げかと思いきや下段が来てピオル、バン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 とめくりから投げで死にかく。さあ中島さん、次のプレイヤーを指名しましょう。残りがムナーリさん、デレローさん、猪俣さんなんですが、デレローさんが来ましたね。これ多分猪俣さん最後まで残りそうなんですけど。さあバイパー、ゆうべが、友座、残り3人。バイパーさんが圧倒的にこれは五分でしょうって言ってたんで、結構五分っぽくなってます。さあ、あ、サイコ突っ込んでくる。開幕サイコはやる気の表れ。さあカス当たりになるダブルには狙ってるかわからないが、これは待つ、めくればわかんないよ。表投げる、これは一旦、お、いいジャンプ、これは投げる。今のあっちに行った時にジャンプでかぶせたのは結構良かった。今度はダブル2で突っ込んでくる、そして投げる、切り返しは昇龍から、めくりがちょっと難しいか。投げて中ボス、うわー切り返す、わからない、下段中ボス投げ返しに行ったが食らった。これはあとゆうべがさんとバイパーさんなんですが、どっちに行ってもらえますか。友田さん、バイパーさん、さあバイパーさんは何を使うんでしょうね。何使う、ガエルで行った。リュウガエル好きですからね。リュウガエル好きだからな、バイパーさん。さあ飛んでいく。さあぜひともムナーリを引きずり出したい。ここは飛んで竜巻出す、どっかに行くけど次はめくられないっていうね。さあちょっと勝ってるのはバイパーさん、これはずっとやってるバイパーさんの流線、これは踏みつけてしまう、投げる、受け身がなくて。さあしかしバイパーも慌ててない、ガードになる、サマー、サマーでした。まあね二択ですから。下げ段から押していく。さあこれは飛ぶ、結構いい飛びだったんじゃないか。裏からしっかり落として相打ちになる、そこでちょっと投げる。さあしかし体力はまだ取られている。ヘビースタブから裏剣、お見事。ムナーリ来い、ムナーリ来いと今、ムナーリ来いと今、バイパーさんが、バイパーさんが指名しました。そういうこともある。さあそしてムナーリさんも竜を使う。さあみんなからサガットじゃなくて竜使えよと言われているムナーリさん、竜も使えるんです。竜巻前に来たとこ、なんかリカバーしてる。さあこれは竜巻出していくな、中サマーで裏まで当たる。さあこれはしっかり確定取ってカウンター取っていく。ムナーリさんの竜かなり、ま、
まったりしながらカウンターを狙う立ち回り。さあしかしバイパーもこれには慣れている感じ、慌てていない、守りきれば勝ちなんでしょというところだが、あった昇龍はやりすぎたやりすぎ楽しくなりたいがゆえの昇龍だったが、気持ちよくなりすぎた。さあソバット対打ち、ファイヤーだったらこけたんだが、さあムナーリどっか行っちゃう。さあ波動で追い詰めてはいる。さあここからが竜ガエル。しかしバイパーさんが引っかかる。しかし体力が残っている中波動、どこだ。さあ一旦下がる、ムナーリ一旦下がる、有利な間合い作っていきたい。踏まない、投げる、真空打って中ゴス、そばっと下がる。あこれはスタブに対して垂直ジャンプ刺さった。ソニック踏んで相打ち、うまい、避ける。さあいいリード取っている。さあサマーは巻き込まれる、大足裏剣入って、さあまたしても待つ形だが、ここでバイパーが踏んでしまうが、ムナーリ一旦下がる、コパンで止めて。さあ真空がある、どう使う、使わせるか。飛んでいったところは昇龍で待ってた。うわっと昇龍が出ない、狙ったのに中足ムナーリシス。猪俣さんで最後になってしまいました。でもバイパーさんも猪俣さんに回されるならいいんじゃないでしょうか我慢するんじゃないでしょうか。ブランカ使ってもいいという話。いやさすがになんだホーク。でもブランカもね使ってるみたいなんで。さあ猪俣弟さん来ましたね。動画に残りますさあ都市伝説猪俣弟。うわー、バイパーさんも暴れどころを熟知している感じしっかり対応しきった。さあどうせスカリに歩き台風狙ってるんだろうという感じで、技のスカリにサマー入れ込んでおく。危ない。さあこれはあっとはまるか、地上から、地上から2回転やりたかったからさあこれはどっか行っちゃう。さあこれは踏まない、大足。さあ猪俣弟何かを狙っている。上通らないが、さあバイパーガエルも丁寧に丁寧に投げだけは食らいたくない。大足対空、さあ追い詰めてきた。あっと高い、高いよね、どっか行っちゃうけどわからない。あー大垂直ダイパン、お見事対応しきった。ゆうべがさん最後残ったんでやってください。タコ様懺悔とお楽しみ中、すいません、やってください。そしてインスタートコインしてください。さあ、勝ったのは 2P 側なんですが、ゆうべがさんが出てなくて寂しそうなのでやります。さあしっかりライパン。さあバイパーさんも夕べがまでは考えてない投げて暴れないぞバイパーガエルが、避ける。さあ飛んでくる、投げて、これはライパン。さあ踏んでしまう、どっち
バイパー、ああ、なんか相打ちになっている。サマー溜まった。当たらない。さあ避ける、ゆうべが粘る。こっからがゆうべが使っていって、あーサマー警戒で下がってからの、見切ってからのダブル。さあしかしバイパーガエルも追い詰めている。さあ我慢強い、我慢強いぞバイパーガエル。ダイヤシードンピシャ、置いておいた。これは投げられないので大キック、スライディングで無理やり突っ込んでくる。拾う、いつものやつ。ピヨルンかい。結構珍しいピヨリ方はしましたね。勝ったのは 2P 側、ゆうべがさん、お疲れ様です。じゃあなんか、なんか、はい、じゃあランキングバトルこれで終了します。まあ今日もねかなり接戦でしたね。まあチーム分けが絶妙なバランスでしたね。絶妙なパワーバランス、かなりの接戦でした。じゃあ次は、10月第1週5日ですね。10月5日にニュートンでランバとありますんで、ぜひ遊びに来てください。あ、じゃあ勝った 2P チームはちょっと写真をね撮りますんで、誰かタコ様、タコ様撮っとけって。
Oh!
Let's go!
Fuck!
Oh!
Yeah!